いつもありがとうございます。青信です。今回は僕のチャンネルで初めてのポッドキャスト配信でして、というのも僕の性格上、何か新しいことにチャレンジする際、すんなり始められる場合とそうでない場合が両極端で、ポッドキャストは後者にあたります。 YouTube で音声配信ができると知ったのはかれこれ1年近く前ですが、これだと思うネタになかなか行き着かず、この配信をするまでずっと足踏み状態でした。それでも重い腰を上げるに至った背景には、どうしても語らずにはいられない話題を旅が好きなたくさんの方々と共有したくなった、ある種の衝動が大きく作用しています。この音声配信の収録をしたのが2024年12月。12月といえば年の瀬、1年の総まとめの月である一方、旅行好きならおそらく真っ先に思い浮かぶ冬の青春18切符のシーズンではないでしょうか。しかし数ヶ月前に JR 各社が発表したプレスリリースは、鉄道で旅がしたい人々にとって驚くべき青春18切符の大幅なルール変更でした。何しろ突然の発表だったので、僕も未だにすんなりと受け止めきれない状況です。本当は一本の映像作品としてアップするのも一案としてあったのですが、やっとの思いで完成させて公開する頃にはタイムリーな話題でなくなっている気がして、危機感を覚えたのもポッドキャスト配信を試みる上での大きな決め手になりました。だいぶ横道に逸れてしまったので、そろそろ本題に戻らせていただくんですけれども、2024年冬の青春18切符に関する大まかな変更点は主に3つ。1つ目、自動改札機が利用可能に。自動改札機が利用可能に。これまでの青春18切符は、駅係員のいる改札口で利用開始日のスタンプを押してもらい、下車駅にて再度提示する手法をとっていて、場合によっては改札口で混雑が起きる事態もしばしばありました。労力面で言えば非効率とも言えて、自動改札機に通せる仕様にすれば利便性向上を期待できますし、並ぶ必要がなくなるのはある種のエポックメイキングと言えるでしょう。ところが現在も物議を醸しているのは続く2つの争点なんです。2つ目、利用期間が連続する3日間または5日間に。利用期間が連続する3日間または5日間に。1982年昭和57年3月の発売開始以来、約40年にわたり親しまれてきた青春18切符。特急列車や新幹線を除く JR の全路線で運行している快速列車及び普通列車が乗り放題になる恩恵を受けて、このチャンネルでも多くの旅行地を訪ねてきました。なぜなら旧来のルールにおける最大の特徴は、期間中であれば最大5回まで利用できること。わかりやすく噛み砕いてお話しすると、利用者ごとに1日1回ずつ使ったり、あるいは投資で3日間使ってから日にちを置いて2日間使うといった任意の選択権が与えられていたと僕は思っているんです。しかし今回のルールが常態化するとしたら、利用開始日から切符が定める期間内に使い切る必要性に迫られ、もしそれが果たせなかった場合、購入者が損をする結果になります。3日間用が1枚1万円、5日間用が従来型の1万50円なので、1日単位の損失額がいかに大きいかわかるかと思います。さらに言うと、 JR 東日本の場合は、北海道&東日本パスというフリー切符を青春18切符と同時期に年3回発売していて、原則7日間の連続利用を条件に1万円あたり11,330円で購入できます。つまり今回のルール変更は、青春18切符の最も優れた長所を根幹から揺るがしかねないとも言われているのです。3つ目、グループごとの利用ができなくなった。従来型だと1枚の青春18切符があれば、同一方向の乗車利用に限り最大5名まで JR 全線の普通列車や快速列車に乗り放題でした。ところが今回のルール変更がこれからの基本形になると、1人が必ず1枚購入しなくてはならず、家族や友達といったグループ単位での利用は原則できません。もちろん無賃乗車、いわゆるキセル乗車の防止策としては有効だと言えるでしょう。ただし僕は約5年間続けてきた旅の中で、青春18切符を使う家族連れの旅行者を何度も見てきました。そこには普段の日常にない世界へと一歩踏み出す子供たちのキラキラと眩しい笑顔を見ない瞬間はありませんでした。彼らの表情が曇ってしまうかと思うと、なんともいたたまれない気持ちになります。最後に補足として、このポッドキャスト配信をするきっかけとなったオンラインでの署名活動について触れておきます。2024年冬の青春18切符に関わる制度改正に異議を唱え、旧来方式のルールを継承してほしいとの要望から始まり、合計で約33,000人が賛同。
JR 東日本に提出したものの、発起人の方の報告によれば同社は窓口がないので受け取らないと門前払い同然の対応をしたそうです。ネット社会ならではの特性を生かした抗議活動に僕も参加していたので、とても残念だなぁと感じました。高輪ゲートウェイ駅名撤回運動、舞坂線復旧活動、京葉線快速存続活動など、芸能人や地域住民、政治家の言葉には腰を低くして耳を傾けるのに、本来の利用者である一般客には塩対応で済ませるのか。結果を報告する発起人の方の憤慨ぶりはこの発言からもよくわかります。別の情報によると今回のルール変更は試験的なものと言われていますが、先日報道された千葉県の久留里線におけるくるりから上総亀山間の廃止決定や、2026年をめどに取りやめる予定の往復割引など、最近特に唐突な発表が多い JR ですから不安要素は当然多く、これからの動向を見守り続ける必要はあると感じます。当チャンネル初のポッドキャスト、いかがだったでしょうか。勝手がわからない中で制作したため、至らない部分や僕自身の認識に誤りがあったかもしれません。一方でこれをきっかけに興味と関心を持っていただき、活発な意見交換の一助になればいいなと願っています。思うことがありましたらどうぞ遠慮なくコメント欄にお寄せください。合わせて高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。最後まで聞いていただきありがとうございました。バオシンでした。